皆さん、こんにちは。国際関係学部国際関係学科の教員の孫と申します。どうぞよろしくお願いします。私たちの国際関係学部では、アジアやアフリカ、ヨーロッパやアメリカなど世界のさまざまな地域を対象に調査研究している先生がいます。国際関係学部にいるだけで地球規模の問題やアフリカの小さな村のことまで勉強することができます。私は人類学を専門としています。主にアフリカの乾燥地域に暮らす遊牧民を対象に調査研究しております。大学では開発人類学や災害人類学、そしてフィールドワーク実習を担当しております。今日は私が20年間フィールドワークをしてきたアフリカのことについて皆さんにご紹介したいと思います。いきなり質問ですが、皆さんはアフリカと聞くと最初に思い浮かぶイメージは何でしょうか？これは私が授業で大学生たちに聞いた答えです。アフリカは豊かな自然環境がある一方で、人々の生活は貧しく、政治が不安定で、公衆衛生が悪く、経済発展が遅れている、というようなイメージを持つ学生が多いです。皆さんも同じではないでしょうか。これは東アフリカのケニア共和国の首都ナイロビの空港から市内に向かう様子です。自動車の急速な増加によって至る所に渋滞が起きています。アフリカは今、日本の中古車の最大のマーケットになっています。これはあるホテルで開かれた結婚披露宴の様子です。アフリカは急速な経済成長に伴って人々の生活が豊かになっていることがわかります。実は21世紀に入ってからアフリカは世界が最も注目する地域と言われています。この表は2001年から2015年までの世界で最も経済成長率が高い国々をリストアップしています。青で示したのはアフリカの国々です。トップ10のうち、実に7カ国がアフリカの国々です。このような急速な経済成長に伴って、人々の生活も変わりつつあります。例えば、ケニアは携帯電話やスマートフォンの保有率は 100% を超えています。これを利用した送金や電子決済サービスも10年以上前から普及し始めています。私は22年前からアフリカの多様な自然環境と人々の生活文化を対象に調査研究してきました。これまで北アフリカや東アフリカ、中央アフリカや南アフリカを対象に合計28回45ヶ月間の調査を行いました。これからはフィールドワークから見たアフリカの多様な自然と社会、文化について皆さんに紹介したいと思います。そして最後に、このような多様な自然と文化が急速な近代化とどのように共存できるのかについて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。静岡には日本が誇る世界遺産富士山があります。日本人の心の山として古くから信仰されています。アフリカには富士山と同じような形をした大陸最高峰のキリマンジャロ山があります。標高5895メートルのキリマンジャロ山は赤道直下であるにもかかわらず、山頂に氷河が輝いています。山のふもとに住む人々は、
この山が神様の住む場所として古くから信仰しています。富士山のふもとでは美味しい静岡茶は有名ですね。キリマンジャロのふもとでは肥沃な火山土壌で育てられたキリマンジャロコーヒーが世界的なブランドになっています。また中央アフリカのコンゴ盆地は南米アマゾンに次ぐ世界2番目に広い熱帯雨林があります。さまざまな動植物が生息していて、地球の生物多様性のホットスポットの一つです。樹高70メートル以上もある大木やユニークな植物がたくさんあります。そしてこの熱帯雨林には600種以上の動植物を持続的に利用している狩猟採集民の人々が暮らしています。アフリカの最大の魅力の一つは、皆さんがおなじみの野生動物の王国であるサバンナです。世界の哺乳類の4分の1にあたる1230種の野生動物や、世界の鳥類の5分の1にあたる2000種以上の野鳥が生息しています。私たちがコンクリートに囲まれて暮らしているのと同じ時間に、アフリカのサバンナには今もチーターがハンティングをし、ヌーやシマウマの大群が大移動しています。さらにアフリカには世界最大の砂漠であるサハラ砂漠や、世界の最も古い砂漠であるナミブ砂漠があります。砂漠には砂しかないと思っている人もいますが、数百年も生き続けている植物があります。そしてサバンナと砂漠の間にある半砂漠草原地域には、遊牧民の人々が古くからラクダや牛、ヤギ、羊を飼育して、水と牧草を求めて移動しながら生活しています。農業に適した地域もたくさんあります。このような地域では様々な在来の作物や伝統的な農法を使い、自然の再生産能力に合わせて資源を持続的に利用する農耕民の人々が暮らしています。現在世界には約3000種類の言語がありますが、そのうちの2000種類はアフリカで使われています。アフリカには2つも3つもの言語を自由自在に話せる人がたくさんいます。そして今日のアフリカは、このような多様な自然と文化が急速な近代化や都市化とどのように共存できるかを模索しています。これまで欧米や日本などの先進国では、近代化やグローバリゼーションによる影響で自然の多様性を失い、社会・文化の均質化が進んできました。それに対してアフリカは新たな発展の道を切り開こうとしています。その一例を紹介します。ケニアの砂漠地域に暮らす遊牧民は、近年地球温暖化による影響で干ばつや水不足の深刻な影響を受けています。ケニア政府はこの問題を解決しようと、地下水を電動ポンプで汲み出す井戸を作りました。しかし電気が通っていない地域なので、ポンプを動かすためには発電機が必要です。そしてその発電機を動かすためには、この井戸から100キロメートル以上離れた町のガソリンスタンドからガソリンを買って運んでこなければなりません。ガソリンがなくなるとポンプが止まってしまいます。
水を必要としている人々も家畜も大変困ります。この問題を解決しようと手を貸したのは日本の開発援助機関です。現地で集会を開いて人々とこの問題について話し合うと、この地域は一年中青空が広がっているからソーラーエネルギーは無限に使えることが分かりました。それを参考に日本でもよく見かける屋根の上に乗せるようなソーラーパネルを設置すると見事にこの問題を解決しました。このようにアフリカの自然が持つ潜在力と人々の知識と新しいグリーンテクノロジーと組み合わせることによって、今アフリカでは持続可能な発展に向けて新たな可能性を生み出しています。例えば、ケニアはケニアビジョン2030という独自の発展目標を掲げています。2030年までに国内に必要な電力のすべてを再生可能なエネルギーで賄おうと頑張っています。すでに2020年の時点で、地熱、水力、風力、太陽光を合わせると、総発電量の 84% をこのような再生可能なエネルギーで賄うことができました。こうしてアフリカで学んだことは、私たちが現在目指している持続可能な発展 SDGs を考える上で様々なヒントを与えてくれます。皆さんもぜひ将来自分たちの足でアフリカの大地を歩いてみてください。いかがでしたでしょうか。短い時間でしたが、日本から遠く離れたアフリカの自然環境や社会、文化の多様性について少し理解していただけたでしょうか。私たちの国際関係学部では大学での勉強だけではなく海外研修や語学研修、交換留学など様々な形で学生たちが海外を経験しています。百聞は一見にしかずという言葉がありますが、英語では Seeing is Believing、 中国語では百聞不如一見と言います。自分の足で歩き、自分の目で確かめることはとても大事なことです。ぜひこの国際関係学部で私たちと一緒に勉強して一緒に世界を見に行きましょう。